S ・アスタリスク・アスタリスク・ T ・キングズのカズキが13日、自身の YouTube チャンネルを更新。SnowMan の「ダンガーホリック」を手掛けた振付師のカナタをゲストに招いた。そこでカナタがメンバーの宮舘涼太と知り合いであることを明かし、話題となっている。写真、SnowMan ・宮舘涼太と知り合いだった振付師のカナタ振付師・カナタ スノーマン宮舘涼太と知り合いだった彼方は振付師として活動する一方、有名アーティストのダンサーに参加するなど、幅広いジャンルで多彩に活躍する著名人物。動画では、スノーマンのダンガーホリックで振付を担当したことについて振り返った。和樹が、ヤカくんすごいね。ちゃんと腰を落として、膝がしっかり曲がるようになってる。重いのよ、一人だけ特に。 と絶賛すると、かなたは、りょうたくんは、子供の時一緒にレッスン受けてて、と宮舘とのまさかの縁を明かした。私、そのりょうたくんと伊達様がリンクしてなくて、お母さんにそれりょうたくんだよって言われて、舘様さんって、呼んでた、と言い,い、一緒にレッスンを受けていた本人だと気づいていなかったという。SnowMan 宮舘りょうた、直接再会の反応は、撮影日に、かなたです。 小学生の時、一緒にダンスしてました、と話しかけたところ、宮舘も、この彼方。とリアクションし、覚えてくれていたことが明らかに。偶然の再会を果たしたと言い,い、かずきは、二人が振付師とアーティストになるなんてなかなかないよね、と感銘を受けた様子でコメントした。ファンからは、実は知り合いだったことにびっくり。まさかの偶然、再会エモいですね。 と驚きの声が相次いでいる。モデルプレス編集部。